この動画はアイプロの提供でお送りします。こんにちは。今日は AI を使って骨格検出をやってみます。骨格の検出はいろいろなところで使われています。例えば人物のモーションキャプチャーですね。スポーツであったり、あとは映画の CG を作るときにモーションキャプチャーで使われます。それ以外にも、例えば工場で作業者が一人で作業しているのを検出したり、他業者が倒れていたり、そういった異常検出とかにも骨格検出が幅広く使われています。どうやって骨格の検出をやるかなんですけども、こちらの iPro から発売されている AI モジュールカメラを使います。ちなみに iPro はパナソニックのネットワークカメラとかセキュリティカメラ、産業用イメージング部門から独立した会社です。でこれがモジュールカメラキットのボードなんですけど、ここにボード本体があって、でここにカメラがくっついてます。使い方は特に難しくなくて、電源とこちらにあるLANケーブルのやつを挿すだけです。でここまで来たら、スイッチングハブに全部つなげてやります。ここもスイッチングハブでつなげて、そしてパソコンにもスイッチングハブでつなぎます。こんな感じでLANケーブルをつないでいますけども、基本的には、ネットワークに接続して何かこのカメラを使っていくというふうになります。ですので後でやりますけども、いろいろネットワークに接続されている機器をですね、制御することができるんですね。こんな感じで接続したら、あとはブラウザに IP アドレスを打ち込むだけです。こんな感じで接続できます。映ってますかね。今カメラを一眼の方に向けていますけども、しっかりと映っていますね。こんな感じでですね、AI のカメラが動いているわけなんですけども、今これネットワークのカメラとして使っている状態ですね。こんな感じで動いてます。こちらの AI モジュールカメラ、今はネットワークカメラ的な使い方をしているんですけども、実はですね、基板が何枚か重なっていて、そちらの方にかなり高性能な CPUSOC を積んでいます。ですのでエッジ AI デバイス的な使い方ができるんですね。というかそちらの方をメインとして使うべきデバイスです。でですね、使いやすいようにサードパーティー製のソフトウェアがちゃんと使えるようになっています。例えば今日使う骨格検出プログラムには、国産の指定推定 AI のビジョンポーズが使えるようになっています。でですね、実際にビジョンポーズを使ってみるとこんな感じです。わかりますでしょうか。画面の方にですね、ちゃんと骨格が出てるかな。実際に骨格検出プログラムを動かしてるとこんな感じですね。ちゃんとできてますね。この目の部分と耳と鼻と口と、あとは体のですね、こういったところもちゃんと骨格検出できてます。体の一部分しか映ってなくてもできるのかな。あ、ちゃんとできてますね。一部分しか映ってなくても。映像のですね、更新のフレームレートが若干遅めですね。骨格の検出自体はちゃんとリアルタイムにできてるんですけど、この一見本人の動きがですね、若干遅れて、フレームレートが低いですね。こんな感じでビジョンポーズとかを使えば、骨格推定の難しさとかそういったのを抜きにしてすぐに環境の構築ができてしまいます。正直この骨格検出の表示だけでも結構面白いんですけども、これをですね、さらに応用してみます。この骨格検出の AI が常に中で動いているわけなんですけども、その姿勢をですね、常に検出することを応用してですね、例えば手の位置がどこにあるとか、顔の位置がどこにあるとか、そういった位置情報に応じて何かネットワーク機器を制御できるように応用します。でこちらのパトライトをですね、実際に光らせてみます。こちらのパトライトも当然ですが、ネットワークで接続するタイプのものです。例えばこういうふうに手を上げると、モジュールカメラの中で動いている AI がその手の位置に応じてこのパトライトを光らせる、そんなプログラムを作ります。実際にプログラムを iPro の人と協力して作りました。こんな感じです。カメラの中でプログラムがいくつか走っています。フロントエンドのプログラム、バックエンドのプログラム、そして AI のプログラムです。 AI はビジョンポーズです。フロントエンドの部分は骨格検出 AI がどの部分を検出したかを表示してます。バックエンドの部分では骨格検出 AI の検出値を使っていろいろ条件分岐とか、あとはパトライトを光らせるとか、そういった動作をしてます。
今こちらの画面に映っていますけども、両手を上げるとパトライトを光らせるプログラムを書きました。骨格のポイントポイントに赤い点が打たれていますけども、そのポイントをですね検出しています。で今両手をですねこの鼻より高いところに上げれば、パトランプがつくような設定になっています。では実際にやってみます。こんな感じでこの手をですね鼻より上に上げるとつきます。感じかな、つかない。もう一回いきます。おかしい。動かなかった原因が分かったんですけども、こちらのパトライトの IP アドレスの設定が良くなかったみたいです。分かんなかったのでツイッターで聞いてみました。LANケーブルが接続されているので繋がっているように見えるんですけども、実は繋がってないんですね。で、パトライトの IP アドレスの設定を変えて、パソコンとこのパトライトが同じネットワーク上にいるように設定しました。パトライトの IP アドレス変えました。で、実際にやってみるとこんな感じですね。次こそはうまくいきます。はい。パトライトが光りました。で手をですねこういうふうに下げるとパトライトは消えると。で手が鼻より高い位置にあるとこのようにパトライトは光ります。でこういうふうに片手だけ下げるとパトライトは当然消えます。なんでかっていうとこの両手をですね鼻より高い位置に上げている、それがですねこのパトライトを光らせるようにしているからです。反対側の手を下げてもこういうふうになります。こんな感じですね。結構ね反応早いですよこれ。で今はこういうふうに手を上げるとパトライトが光るプログラムを作っていましたけども、このプログラムの中身を少し変えればまた違った骨格でパトライトを光らせることもできます。例えばですけど姿勢を悪くした時にパトライトが教えてくれる、そういったプログラムに書き換えます。そうしますとこの背筋が今伸びている状態ですけども、こういうふうに、はい、姿勢が悪くなってくるとパトライトの緑色のところが光りました。でまた姿勢を元に戻すとこういうふうになります。でこれどういった仕組みになっているかというと、姿勢がいいときは一直線なんですけども、姿勢が悪いときは当然角度がついてきます。でその角度がですねある値以上になるとこれを光らせるというふうにしています。当然このカメラモジュールの中でですね全て計算してやってます。で今はこの姿勢に応じてこのネットワーク機器を光らせていたわけですけども、実は本体の方に IO の端子がついています。でそれで電化製品をオンオフできるものを作ってみます。ここに IO の端子あるんで挿して、であとはですねこのリレーの回路とかを適当に組み立てれば完成です。例えば姿勢が悪くなったら微弱な電気ショックみたいなちょっと過激なこともできてしまうんですね。いやそんなことはさすがにやらないですけど、今カメラがここにありますけども、このカメラが映っている範囲で手を挙げます。で今ここにモジュールカメラの画面を映してるんですけども、この映っている範囲でこういうふうに手を上げると、電球がつきます。でただですねこれ結構映っている範囲が狭いんですね。端っこら辺で、手を上げるとですねなかなか反応はしません。反対側も同じですね。ここら辺が限界かな。このカメラに映っている範囲が限界なんですね。もうちょっと広い範囲を撮影したい場合はこういったレンズキットが実は売られています。中に同じ基板が入ってます。ただカメラの部分がちょっと違っていて、さらに大きなセンサーが中に使われていて、でそして対応したレンズもいくつか用意されています。で今回はですねかなり広角のレンズを使ってみます。中に差し込むだけですね。で今こんな感じでカメラセッティングしてるんですけど、でさっきだと割とこの正面のとこしか映ってなかったと思うんですけど、今ですねかなり端っこの方まで映っています。とりあえず真ん中でこういうふうに手を上げると、
ランプがつきました。で、ランプを消して、こんくらい端っこの方ですね、映るかな、このくらい端っこの方でやっても、はい、検出しました。もうちょっと端っこ行きますか。結構離れてます。あ、このくらいが限界ですね。屋外でも使えそうな雰囲気だったので実際に使ってみました。まあ、適当な川沿いでセッティングしてます。基本的なセッティングは屋内と変わりません。まあ、ただ電源が必要ですね。屋外の結構明るい環境でも、まあ、問題なく動いてます。こんな感じで両手を上げると、まあ、パトライトが光ると、下げるとパトライトは消える。iPro は AI を搭載したセキュリティカメラとかも作ってるんですけど、今日紹介したモジュールはその中身だけをですね、取り出していろいろ皆さんに開発品として使ってもらえるような、そういったものになってます。このモジュール以外にもちょっとカメラが違ったようなモジュールも出ていますので、興味のある人はぜひ概要欄の方から確認してみてください。で、開発自体は Linux でやるんですけども、そちらの SDK であったり、あとはチュートリアルのビデオ、もちろん日本語で話しているビデオですけども、そういったものも用意してあるので、興味のある人はぜひ概要欄の方から見てください。でですね、分解してもいいってことだったんで分解します。基板取り外すとこんな感じですね。この基板のちょうど AI ボードがあるんですけど、この部分が結構発熱します。で、こういう風に熱伝導するように、ゲルとヒートシンクですね、くっついてます。ちなみに発熱ですけど60度くらいまで上がります。基板はですね、こういう風に3層構造になってます。メインの一番大きい基板があって、そこにこういう風なカメラモジュールのボードがくっついてます。で、メインボードの下側にですね、もう一番基板がついていて、これも取り外すと。で、これがマザーボードですね。まあ、IO とかそういったところだけしかついてません。で、これがカメラのボードです。ここにカメラくっついてます。で、こちらの基板がいろいろと処理をする基板です。結構いくつもチップが載ってます。メインの SOC はアンバララから出ている CV25 シリーズを使ってます。コンピュータービジョンとかエッジ AI に特化した SOC です。これ基板ごとに機能がそれぞれバラバラになってます。これはカメラ基板で、これはですね、処理基板という風になってます。ですので将来的にはこの基板だけを変えて、まあ、違った性能のものにできると、まあ、例えばこのカメラ基板のカメラを変えてもう少し性能のいいカメラにするとか、そんなことですね。で、この処理基板についてももっと高性能なものが欲しいとか、逆にここまで高性能なものは必要なくて性能低くなるけど消費電力を抑えてほしいみたいな、そういった組み合わせ方も将来的にできるようになります。ということで今日は iPro の AI モジュールカメラとビジョンポーズを使って姿勢に応じてその姿勢を検出して、例えばパトライトをつけたりだとか電化製品を制御したりだとか、そういったことをやってみました。もし興味のある人は概要欄の方にチュートリアルありますのでぜひ見てください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。